藤輝明、2割2分9厘、3本、9打点、出塁率3割5分、OPS7 割7分2厘、なんか戻してきたけん。佐藤輝明の成績、打率2割9分9厘、試合25、打席100、打数83、安打19、2塁打7、3塁打0、本塁打3、打点9、得点9、三振21、四球14、四球2、盗塁3、出塁率。3割5分、長打率。4割2分2厘、OPS7 割2分2厘、得点圏1割1分8厘。不調期間出したみたいやね。和製ヌートバーやん。四球だらけやったからあっという間に OPS 戻してきたわ。岡田引っ張ってファール打てよ。これで復活した現実わけわからん。同じ日に福留もアドバイスしてたからどっちが役に立ったかは不明やが。フォーム戻しただけやしな。村上はどうなってんねん。今日はライデルから打ったしええんじゃないの。正直不調期間も四球選べてて打球強くてレベル上がった感はあったよな。以前みたいなモードを見ても無理やろみたいなのがなくなってた。大山佐藤が機能しだすと他が打たなくなるなぞ。打席の威圧感が戻ってきてるな。一時期のしなしなじゃなくなってきた。先週の3発のホームラン見るとやっぱり魅力的やわ。神宮の1本目の低い変化球をすくい上げるのめちゃくちゃ好き。変にローボールに強いから振りに行ってしまってドツボにはまる側面もあるんやろうけど、なんとかより良くなってほしいね。牧もなかなか調子上がらんのよな。 WBC はやはり疲れるのだろうか。他ファンだけどロマンあるしキャラ立ってて好きな選手だから浮上してきて嬉しい。一時期は村神様クラスやったけどなんとか普通の選手になってきたな。一時期守備がガタガタなったん見てもわかるけど結構音メンタルやからな。ただテルは不調入ったら長い代わりにちゃんと帰ってきてくれる。穴の大きいタイプと言われ、ルーキーイヤーからたびたび波出ない超絶不調期経験してるの考えたらそこはかなり偉い。短期的には音メンタル、お酒的には高メンタルとも言えるかも。ただ単に考え込んでしまうの乙女メンタルとは言わんやろけどな。今まで140キロ前半のストレートでも差し込まれてファウルでカウント稼がれてたのが、ライマルのストレートしっかり引っ張って弾き返すレベルのスイングに戻ってて草。サトテルやはり最強やな。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。